CEO 神社は、大阪府三島郡島本町に鎮座する神社、津佐能の村、聖武天皇、後鳥羽天皇を祀る。説明書図へによれば、当神社は、現社地より、西南の山間にあった西、観音寺に由来するという。同時は、伝承によれば、天平18年に、聖武天皇の直を受けた狂気により、早々され、聖武天皇の念事物である戦時観音を本尊とし、 自悲、小山新禅谷西、観音寺と号する天台修寺院であった。また、炎のおが同時内の赤谷で修行して、呪実で赤を称え、道前の滝に不動明王を安置し、山上に弁災天社を誕生したといい、西、観音寺には、大谷、中谷、赤谷の三つの谷があったので、谷の観音と称したという。また、炎魔堂の炎魔像と獣王像は、 この高村が彫刻したもので、同時と古市中国中の筑後国骨群の山所に安置されたといい、後鳥羽上皇も南瀬離宮より足を運び本尊を拝んだという。後鳥羽上皇の方も、西観音寺では毎年2月22日に魚器仏寺を行っていたが、明治元年6月、神仏分離で仏像仏器を鉄脚して、閻魔像を大山崎の宝釈寺に移し、 死を神社と解消同5年に孫社に列せられた。元西、観音寺の鎮守であった小野江神社があり、天照大臣と鴨別大臣、王神天皇を祀る。ありがとうございます。